吉田さん、ガーシーさん、すごいのはね、あの、FC2 の高橋さんっていう方がいらっしゃって、まあ今はね、FC2 離れてるんですけども、この FC2 の高橋さんも、あの、当時ね、ドワンゴっていうのと勢力争いをしていて、で、FC2 は結局はめられて、高橋さんが永久に日本に来れないみたいな、そんな措置を受けてね、でアメリカでグリーンカードを取得して、まあアメリカで自分の権利をしっかりと守りながら暮らしてるんですよ。 まあ、高橋さんもねたまに発信されるんですけども日本に行けないのはやっぱりねちょっと寂しいっていうかねあの自分の親の既得にももう行けないというところで、まあ、一定の寂しさがあって犯罪なんて犯したことがないのにこんなことになってしまってねやっぱこうすごく憤りを感じるところがあるみたいですねでガーシーも結局は YouTube でねあの人を脅していたって言うんですけどもガーシーの YouTube なんて特にバンされてるんでどうやって人を脅していたんだろうみたいなね 何なんだろうと思いますよねで、えー、とガーシーは今発信をなんとですね新ししい自分だけの SNS 作ってて発信してますよねそこに3万人ぐらいの会員がいるらしいんで,でそっからガーシーからの情報を見た人が匿名で YouTube とか Twitter に情報を拡散するっていう形なんですよ。なかなかうまい方法じゃないですか。